AMD 敬語のブロック図 AMD5K86P90 マイクロプロセッサ敬語は AMD が開発したマイクロプロセッサ。インテルの X86 命令セットを採用した AMD の第5世代の互換プロセッサである。敬語の語は第5世代を表す。K はクリプトンの頭文字だとされているが、製品内容との関係は全くない。 当時のインテル製品の開発故障は P と数字と組み合わせたもので、それに習ったと考えられる。インテルの同じ下位後世代プロセッサであるペンティアムプロセッサへの対抗として1993年に発表された製品であるが、実際の発売は遅れて1996年になった。設計はアム2 9 0 0 0開発チームが手掛け、そのマイクロアーキテクチャを インテルのそれと比較すると、ペンティアムシリーズの P5 マイクロアーキテクチャよりも P6 マイクロアーキテクチャに近く、AM29000 の流れを組むリスクコアに、X86 命令デコーダーを組み合わせた構造となっている。430万トランジスタで構成されている。開発時期の関係で、ペンティアムプロセッサの後期製品で実装された MMX 命令は、K5 には実装されておらず、 次世代の K6 プロセッサを待つこととなる。Pentium との相対的な性能指標として P レーティングを採用している。例えば P100 は Pentium100MHz 相当の製品という意味を持つ。K5 プロジェクトによる AMD の目的は技術上のリーダーシップをインテルから奪うことだった。インテルの次世代マイクロアーキテクチャの構造を先取りしていることから、 方向性は妥当だったと言えるが、製造の面でそれを実現できるだけの量産設備を AMD は持っていなかった。アム29000から流用されたフップーによる不動小数点演算能力はサイリックス 6X86 より優れていたが、ペンティアムには劣っていた。整数演算ではサイリックス 6X86 の方が優れていた。開発が難航し、 発売が大きく延期されたことから、競合他社は、より高性能化していたことが成功しなかった、大きな理由である。K5 には前基板の社内コード名さ、5と後基板の同じく5キロ8 6の2種類のバージョンが存在する。製品名は、当初5キロ8 6だったが、社内コードが5キロ8 6に変更されてからは、旧モデルも含めて、すべて K5 に改名された。 商業的には成功したとは言いがたいが、ペンティアム向けソケット後、7搭載マザーボードにおける動作後完成は、ライバルのサイリックス 6X86 と比較して、格段に高く、内部構造の相違から生ずる、命令実行クロック数の際に起因するソフトウェアの、ごくわずかな動作不具合が発生した程度に止まる。スクラッチから新規に開発されたプロセッサとしては、 非常に完成度の高い製品であったと言えよう。K5 は成功した AM486 や AMDK6 から2のようにシェアを獲得することはできなかったが、ペンティアムフディブバグの影響により、ペンティアムが買い控えられた時期には、代わりに K5 が一時的にではあるがシェアを確保することができた。中、PR200 は計画されたものの、後継である。 経力の製品化が迫っていたことから発売には至らなかった。ありがとうございます。